はい、どうも始まりました、どっこい翔平チャンネルリーダーのどっこいさんだぞ。どうもよろしくお願いします。本日なんですけども、ホストってこういうお正月休みだったりとか、まあ長い連休の時よく何やってるのって聞かれること多いんで、今日はねそれを撮っていこうかなと思います。はい、トップダンディってお正月休み1週間ぐらいだったんです。ちょうど1週間あって、まあ今日がその最終日、リアルに毎日こういう風に過ごしてましたっていうのをちょっと今日は撮っていこうと思います。夕方の4時15分です。今起きました。まあまず一番にあるのは、私にもプロテインはすぐ飲みますね。結構もうジムも行きたかったんですけど、予約がなかなか空いてなくて、もう1週間ぐらい行ってないですけど、この休みの間はずっと、明日から仕事始まるんで明日からまた行くんですけど、でその後はねもうサプリメント飲んで、くまちゃんジム行かんとね、そろそろくまちゃん。昨日の夜中ね、あのクマが急にぐったりして明らかに様子おかしくて救急病院に連れてたんですよ。昨日びっくりしました。あの深夜に病院行ったら4万6000かかりましたね。検査してもらうだけだったのに、なんかあんまり分からずみたいな感じだったんですけど、まあ心配なんで今日も一旦病院に向かいます。なんであんな病気になったの、昨日こんな元気。クマちゃん怖い、けクマちゃん怖い、クマちゃんクマちゃんクマちゃん病院行くの、今から分かるか、クマちゃん。病院なんて行きたくないよ。病院行くんだよ、どうしても君は。クマちゃん、今はこっちだよ。クマちゃん、じゃあ、もうすごい、君すごい、やっぱり君天才だね。僕らのクマちゃん、君は天才だ。はい、ちょっとタイミングよくね、ジム行けるということだったんで、まあジム行っちゃおうと思って。はい、ジム着きました。ジム着いたら大体これ飲んでるんですよ、レッドブルと。でもご飯食べてないんで、ちょっと軽くオーナーに作ってもらいました。これ何が出ました、これ食事から取れないエネルギーを。オーナー結構僕の YouTube 何見てますか。見てないです。じゃあ一番お気に入りのやつ見た中で、歴史上の怖いやつ、おー事件のやつですか。そうじゃあ今年も一年よろしくお願いします。お願いします。筋肉に良さそうなものを買いましたね、いろいろ魚とか。ブーちゃん恥ずかしいな、ブーちゃん。わーちーくん、来たのちーくん。チーくんお座り見せてごらん、チーくんお座り。わー偉いな、お座りできたの、インコだな、すごいな、お前天才だな。体鍛え出してから冷蔵庫の中充実してますね。結構最近ジムの頻度すごいさ、もう多い時週5行ってますね。仕事の日は毎日行ってます。だいたい仕事週5とかで出てるんで。今からちょっと YouTube やります、今から。まあ今最近相席屋がめちゃめちゃいい感じにバズってるんで、なんかどんな格好でやろうみたいな構成を考えたりしますね、なんか。7時回ったぐらいですね、今。なんかやっぱどこよりもなんかね、この絵が一番落ち着きますね。なんか正月はもうずっとこの絵で過ごしてましたね、大体の時間を。チドルブーママ誰かおいで、犬誰かおいで、犬一緒にお昼寝しよう、誰か。犬が来ないんでお昼寝しますか、少し。ああ、飲む。暖かい、めちゃめちゃ。はい。まあ、どっこいさん部屋、同じマンションで2部屋借りてるんですけど、衣装部屋として。ちょっとクリーニング出しときたいのがあったんで、ちょっと移動してから。電気だけつけっぱなしで、床暖も暖房つけて、なんか寒いっすね。なんかね、この部屋はね、なんか本当に倉庫みたいになってるんすよ。めちゃめちゃ香水がいっぱいあって、これもっと昔はいっぱいあったんだけど、タラコわかる、これ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 10万円分ぐらい買ったんですよ。ファンデーションもめちゃめちゃ買いましたね、これ。同じファンデーションもめちゃめちゃ。一応この部屋だけでも家賃20万以上するんですよ。めちゃめちゃですよ、もう。ちょっとこれ、骨、ちょっとクリーニング出してきます、今から。ちょっとまだお腹空かないんでね、ちょっとゆっくりしますか。最近買ったんですよ、このソファ。最初からついてて、こっちで YouTube 見ながらテレビ見れるんですよ。今これ目の前にテレビあるんですけど、大きいテレビ。マジで正月は寝る、さっきのベッドがこっちどっちかにいましたね、かなり。チュー君おで、チュー君。チュー君来たの、チュー君上がれる、チュー君、わ、すごいな犬。はい、ちょっと夜ご飯食べますか。もう最後なんで焼肉ですね、もう。焼肉、いくらも完成しました。お酒飲みますか、せっかくなんで。今日はもうどこも行かないと思うんで、これ寝ますね、今日は。氷結の、うん、何食べてたから、普段ウーバーイーツも少なかったんで、なんか食べるものに困りました、めちゃめちゃ。うーん、犬が常に出してもらえると思って。もらえんよ、くまいちゃん。
うん、うん、もう今日で終わりか、もう休みも。また明日から YouTube やってとホストの仕事してが始まりますね。めちゃめちゃ今年犬連れて実家に帰ろうって何回か思ったけど、もう気分がなくて無理でしたね。もうずっと明日行こう明日行こうと思ったら今日になっちゃいましたね。ああ、ごちそうさまでした。はい、ご飯食べ終わってまだ時間も入り、少しお酒を飲もうかなということで、軽くおつゆを作っていきましょう。毎回キュウリと一緒に飲むんですよ、お酒。斜め切りで切っていきますね、これを。斜め切りで適当に。まあこれ男の料理なんで適当ですよ。やっぱでも休みの日も最初の 日とかは飲んでなかったんですけど、なんか2日とか飲んでなかったらなんか飲みたくなってきて、なんか毎晩夜飲んじゃいません、何かしら。キュウリいつもこんな感じで切ってます、これ。わかりますかね、これ。塩を少し。でもちょっと酔っ払ってるから、なんか味濃いめがいいんですよ。醤油。一味少し。これね、ラー油もあったらいいんですけど、ラー油今ないんですよね。一人でこんなことばっかりやってました、正月は。わぁ、ビール買ってこればよかった。家にまだいっぱいあると思うんですけど、なかったっすね。これしかなかったんで、これ。普段あんま飲まないんですけど、これ。で、今からお風呂で入れます。いつもなんか仕事の時だと帰ってきてから頭だけ洗うと仕事前に入るんですけど、休みの日は一日一回ですね、この辺は。いつも犬と一緒に入ってからですよ、この子。お風呂の響いてもたんがなるとこの子すぐに走ってきますね。今じゃあお風呂気持ちいい。いい子にしていただきます。この得意の泳ぎ見してあげて。うわぁ、すげぇ、すげぇ、すげぇ。変装じゃねえよ、お前。YouTube 見ながら。もうゆっくりワンちゃん寝ようかなって感じですね。もう寝ますよ、みんな。シロの寝ておとなしく。こんな感じで正月休みのルーティン終わりたいと思います。どっこいさんだぞ。この度、どっこい翔平チャンネルでは、どっこいさんと一緒に動画を作ってくれる仲間を募集します。どっこいさんのマネージャーになって、見たことない景色を皆さん、一緒に見ませんか？興味ある方は、ご連絡お待ちしてます。いつも、どっこい翔平チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。一度は、本物のどっこいさんを見てみたくないですか？そんな方は、ぜひ、歌舞伎町のトップダンディ本店へお越しください。どっこいさんだぞ。このリストバンドを身につけて、ドベリで乾杯しよう。世界平和と